どうも、ヤスゴルティビリアンスです。本日はですね、イーグルポイントゴルフクラブさんに来させていただいております。なんとね、もうこれ、後半戦なんです、実はね。もう早速お呼びしましょう。今日はこの方とコラボさせていただいております。どうぞ。オス、オラ、レッドライス。よろしくお願いします。お願いします。新しい登場パターンですよね。はい、やってみました。いや、ありがとうございます。ということでね、前半戦、レッドライスさんとアウトコース回らせていただいて、非常に苦戦しましたね。そうですね。うん、今日は風も強くてね、うん、あれなんですけど、レッドライスさんが非常に僕をちょっとトップアマいじりしてくるっていう、うん、憧れの目標の人なんでおかしいですけどね。まあスコアは1打差1打差背中見えてます。はい、1打差っていうことだけお伝えしておきます。はい、ということで後半戦もね、はい、まあ楽しくやっていきたいと思いますんで、ぜひね最後までご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。キャディーさんからねアドバイスいただきました。フェアウェイがいいということだったんで、フェアウェイを狙っていきたいと思います。じゃあ後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日ねカメラ初めてやっていただいてるんで、なんとか大丈夫でしょう。お辞儀した。あげられてるね。ずいぶん戻されました。そうね、風がやっぱね200ヤードぐらいしか飛んでないんじゃないかな。よろしくお願いします。お願いします。ゴルフかい、ゴルフかい、ゴルフかい。ああ、ナイスです。あんなに戻されたね。かなり、いや前半も結構いろいろお話ししたんですけど、後半も、はい、まあ、ヤスゴール TV ということで、うん、あ、そう、今日ね、猫さんが本当は来る予定だったんだけど、なんか忙しぶってるんでね、うん、いつも忙しぶってるんですよね、猫さんはね。なんですけど、忙しいできる男を演出してる。あんな忙しいぶらなくていいと思うんですけどね。猫さん、忙しいぶってるエピソード1個お届けすると、ちょっとこれ、風が強すぎて音声大丈夫かわかんないですけど、最近ゴルフ全然行ってないんだよみたいなことを言ってたんですよ。で、僕多く会員じゃないですか、ね、まあ一緒のコースのメンバーなんですけど、早子さん3日連続ですねみたいな言われるみたいな、一緒にね行ったら久しぶりだよみたいな感じ出すのに、めちゃくちゃ連日行ってんじゃねえかと。バレちゃった。バレちゃった。でもその時の猫さんの言い訳は、その時スルーだったんですよ、うん、朝の早朝というか、まあ午前スルーみたいな、はいはい、この午前スルーは俺カウントしてないからみたいなこと言って言い訳、何言ってんすかみたいな。ね、午後まで行かなかったらそうノーカウントらしいですね。ということで、そのゴルハウスプライベート平井店がオープンするらしいんで、近々、うん、遊びに行ってみてください。ゴルフハウスってあれでしょ、メンバーになれなくても単発使いもできる。そうです、そうです。ゴルフハウスプライベートならもう一コマ取れるんで、それ珍しいよ。はい、それがでも結構味噌みたいですね。えれえ風だな、これ風がこう止まないっすね、ずっと吹き続けてる。この上げ分かんないけど、18度の雪ね。はい、しか打てないですよ、僕。前衛目指して病気なんですよ。球を上げられない病気。めちゃくちゃ面白いエピソードがあるんですけど、めちゃくちゃ面白いエピソードって言って話すエピソード難しいんで。ドヤさん分かりますか？分かる分かる。ドヤさんと前回ってて、でドヤさんってすごいこうピュアなんですよ、で僕が、僕や低い球打つの得意なんですよみたいな、ずっと言ってて、でなんか本当そのラウンド内なんだけど、違うボールで行っ
た時に、うん、ダヤさんは悪気あったわけじゃないですけど、いや低い球なんて誰でも打てんだから、うん、高い球ねやっぱり打ってた方がいいよねみたいなのを、その僕の言ってたのに対して言ったんじゃなくて、うん、なんかたまたまそう、いやドヤさん俺さっきなんか低い球得意なんすみたいな、うん、もう息をよと言ってたんですけどみたいな言ったら、うん、いやいやそういうことじゃないよみたいなっていうなるほどねあったんですけど、でも低い球も誰でも打てる感じしないな、いやって思ってたんですけどね、うん、やっぱプロからするとそうなんだ、上げる方が難しいですね。まあでもそうなんだろう、まあ高い球と開いちゃって、あまあそれ質が違う、高い球はまた別だからね。しかしこのバンカーエグいっすね。こういいよこれ届くかな、52度で打って、ナイス、大丈夫、ナイスです、めちゃくちゃいい、ありがとうございます。普通にベタピン 8m ぐらいですね。あーって言わなきゃよかったいやめちゃくちゃうまかったですね。バーディーパット、ナイスパー、お願いします。さあ、パパ切れちゃう、OK です、よし、じゃあボギーっすね。ナイスバンカーっすね。バンカーね、ちょっと強く入ったまあ、上げだったから、そうっすね、スピンもあれ相当入るっすね。あんだけすると前やな、このボギーはそうっすね、あれ、うん、いや、むしろナイスボギーっすね。そうだね、耐えた、やっぱり何度出ていただいても、うん、すごい人が出てくるなっていう。レッドライスさんと、うん、やっぱこうやって交流を持たせていただいたときに、やっぱ YouTube とかすごいなって思いました、本当に。あー、 YouTube、まあゴルフもそうだし、いやまあそう、ゴルフもそうだけど、人と出会うよね。いや出会うっす、レッドライスさんとゴルフする未来を20代の僕は絶対に想像してなかったわけですよ俺も20代の時やすくってやる、いやそりゃそうでしょうねいやでも僕はレッドライスさんのこと知ってたんで、あそうか、そう、僕のこと知らなかった、知らなかった。ロングですね、バンカーの左、OK、 どこ行った？上まっすぐ、あ、やっぱ外れちょっと左持ってかれてる、左打ってみよう、フェアウェイ左サイドぐらい、ちょっとでもかなり風受けたっぽい、多分高かった、高かったです、バンドこれなんて高くなった、下向けてる、押さえてる、あ、僕そうですね、やっぱ逆に言うと開かないようにはしてる、だから、開きも閉じもしないイメージみたいな感じなんですね。そうなってんのかな、そうか、そう、でもやっぱ開く癖のあるタイプなんじゃないですか、うん、そうなんですね、こう行きがちなんだ、でもまっすぐですよ、飛んでるのは、うん、で方向はまずこれでそうですよ、ね、なってるけど、こう当たってんだもんね、うん、やっぱね、ゴルフ談義が結局ね、すごい楽しいわけですよ。そうだね、うん、あら、こうだいってね、結局何が一番正しいとかは正直ないわけじゃないですか、うんうん、その中でやっぱいろんなことをこう試してはダメでみたいな、これだと思ったらその直後、うん、淡いなんかこう掴んだ感じがすぐ離れていくっていうそうだよね、つか家で毎日打ってる、マジ打ってますよ意外と、うん、もうやってないんでしょどうせとかって言われるんですけど、うん、意外とマジ打ってますね。もう部屋一つ改造しようか今悩んでていやありっすよ、ショットを毎日バンバン打つっていうわけではないんですけど、うん、アプローチパターはもう、あー、なるほどね、絶対触るっすね。だからその床がグリーン見たくなってるんで、うん、グリーンというかまあパッティング用になってるんで、うんうん、
そこでもうなんかでちょっとクラブいじった時とかは、うん、やっぱ打ちますね。さらっと何球か、ね、まあ、ちょっと確かめられるのはいいよね。そうそう、はい、でなんか僕シミュレーターまあ一応入れれるんですけど入れてないんですけど、うんうん、あもうネットだけ、そうネットとまあ一応スクリーンになってるんですけど、うん、でも出ない感じもいいなって思いました。数値がそうなんだ、感触とかで、うん、あこれいい、いい感じだって思えれば OK みたいな。なるほどね。どうでしょう。いいね。あ、もう最高。上がるな。もう上がりますね。でも方向は良くなってる。いや、なんかすごい受けてる。まだまだあるんですけど、三遊でまあ、でもこの上げなんて何打っても飛ばないと思うんですよ。完璧だね。うわ、よかった。打席だな、俺に足んないのは。え？家のレンジが俺に足んないのは。でしかもなんかあそこだとなんか本当に練習場とかだと球消費しちゃうのはあれだから、うん、みたいなのあるじゃないですか、うん、家だとねなんかいろいろじゃそれこそ練習器具ちょっと使ってみたりとか、はいはい、なんかそういうところでやらない感覚的な練習とかを結構できるから、うん、今作れそうな部屋が一つあるんだけど、そうなんですか、距離があんま取れなくて、あだから僕もベッド結構近めなんで、ああそうなる、そうだから僕も変な話その商業的には使えないぐらいの感じなんですけど、でもまあ自分で打つ分にはボール多少跳ね返ってきちゃったりしてもまあいいしみたいな、なるほどね、やろうかなあるとまあいいです。なんかそれこそそのさっき前半でお話ししてた夜ちょっとこうこれだって思ったやつとかを、うん、なんか本当に本当に 1,2 回打てれば、うん、なんかイメージ湧くじゃないですか。そうだよね。8番や151ヤード8番。うん、 いい球打つけど、あー、うわ、まあ、でも右行った分ってか、うん、138上げ8番でレッドライス TV は今どれぐらいの頻度で更新してるんですか、うん、いやもう結構今不安定、待ち、うん、そのコラボあったりなかったりで、まあ、そこももう少し安定させたいのとは解決以外のことも今年はやんなきゃなって思って、ね、今年ちょっとゴルフ YouTube なんかこう変わり目というか、うん、の全体的にもそんな雰囲気ありますよね。あ、そうなんだ、うん、やっぱコロナ明けて、うん、そのコロナによるゴルフブームみたいなのもあったじゃないですか、うん、そういうのも変わったりして、うん、ちょっと考え時だなっていうのは思ってるんですよね。58度でナイス、ういうい、いや激うまでしたね。てかグリーン硬い、やナイスでしたね。5m ぐらいですね。いいね。ナイスパー。どうもっす。はい。止まって。止まって。落ちない。つらいぜ。ナイス、はい、大きいね。当たりめっちゃなんかいい、まあそうだね。レッツさんバイクもお好きなんですか、うん、ハーレー乗ってるね。そうです、うん、いやなんかこの間あの、うん、木村拓哉さんの YouTube なんか番組スマスマかなんか出た時に、まあ最初ゴルフで声かけて、あゴルフやるんすよねみたいな、でやりましょうよっつったら一緒に行ってくれて、でもなんかそう声かける人あんまいないみたいで、いないでしょうね。めちゃくちゃ現場で周りがざわついてた。いやそうっすよね。ドン引きされた。あ、ダメなんだと。あ、逆に。そう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 。あ、
え、でもご本人的にはどうなんですか、それは。木村君は多分そういうのあんまないから、うん、連絡交換しましょうよみたいな感じで、ちょっとおおおみたいな。逆にそれを受け入れてくれてじゃあなんかその時純恋歌歌ったんだけど、はいはい、木村くんが俺のパート好きって言ってくれて、はい、あ、そうなん、そう、それで歌い分けが木村くんが俺のとこ歌うってなって、はい、で一緒にスタンバイの時とか待ってたから、はい、そうそう、なるほどなるほど、ちょっとそういうご縁もあって、そう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 、で一緒にやって、で木村くんもハーレー乗るから、はい、でバイクで、で木村くんのミュージックビデオでバイクでこう走るシーン撮りたいから出てよっていう連絡が来て、でなんかそっからその木村くんの木村さんで番組があって、はいはい、ね、それになんかバイクで呼んでくれて、すごいっす、そうなんですよ、木村拓哉さんとゴルフって上手、レッドライスさんとゴルフも相当僕の中では、うん、木村拓哉さんとゴルフってイメージすらつかないですよね。ねえ、俺もよくよく後から考えたら、そんなに、いや、レッドライスさんはいいだったよね、アーティストで。それ以外に俺ほとんど声とかかけないから、そういうとこ出ても。あ、そうなんですか。そう、でもゴルフ好きだろうなと思ったから、ね、ゴルフ好きには、ね、俺意外と人見知りなんだけど、ゴルフ好きにはこうオープンって、ね、そうそう、それが縁で。すごいよな、嬉しいないや、5番アイアンで、ナイスオンでしょ、見た、この球全然参考にならないなんか6番この球全然参考にならない。確かに俺も同伴競技者で先に打ったやつがあの球打ってたら、そう思うと思う。思うよね。全く参考にならんな。うわっ、早かった。今普通に打ったいや、さっきの言ったよ。どうですか、うん、今のなんか、その前までの打ってる感じだった。感じでした。なんかね。左に振ろうとした。あ、そうなんだ。さっきまでね、右に逃げたから。確かにこう。そう、同じね、やりながら、結構、こう、そう、流れないようにしようって今思っただけ。やってるもん。同じ感じだった。こう、違ったっすよね。違った、自然となっちゃったかな。そうっすよね、多分。レッドさん、すごいファンの方というか、まあ、湘南の風のね、ファンの方、みんなご存知かもしれないですけど、うん、あの、安ゴルの視聴者さんで、あの、うん、まあ、年齢層もね、高い方もいらっしゃるんで、うん、あんまり音楽とか聴かないよみたいな人もいるかもしれないから、うん、レッドさんのことをちょっと、逆にいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、例えば、まあ、じゃあ、ゴルフ、まあ、お好きです、うん、まあ、バイク乗ります、お酒もお好きなんですね。酒好きだね。お酒はどんな感じであれなんですか？酒はもうほぼ全部好き。ただビールは一杯飲まない。一杯目ぐらいしか飲まなくて、あと何でも、そのお店とか料理とか、合わせて。当てに合わせて飲む。まあこれ飲みたいからこれ食べるとか逆算するときなんだけど、もともとはワイン、日本酒が結構好きで。あ、そうなんですね。で、コロナ禍あたりから今ウイスキー。あ、そうなんですね。ウイスキー派ですけど。毎日飲みます？結構飲みたいけど、週1には休館日作んなよって奥さんに言われる。ああ、そうっすよね。確かに。ナイス。6メーターぐらいですね。バーディーパット。おお、すごい。こんな行く。恐ろしいグリーンだね。ああ、うー、強い。お願いします。はい、あ、やば、早っ。1.5 メーターぐらいのめちゃくちゃ嫌なパーパットです。うわ、ダボ。うまいです。
さあということでですね、安ゴルは3ホールで1話にしてるんで、はい、なるほど、今回もここで一旦切れると思いますんでね、はい、まあ引き続き次回もレッドさんにいろいろ聞いていこうと思いますんで、はい、次回もぜひご覧ください。ありがとうございました。